ラジアルカと呼ばれるクローゼエンジンを搭載した機関車がユーゴスラビアで普及したシャルガンスカオスミツァ ALT ベートラにあるウォールドビエルテル狂気鉄道の鉄道車両ポシェが博物館にあるセルビアで最古の 760mm 機関の機関車ラマシタヤーバレー鉄道は博物館の鉄道としてオゲグによって運行されているボスニア機関は 機関が7 6 0ト、mm、ルの狂気の一種である。旧ユーゴスラビアの鉄道網の大部分はオーストリア・ハンガリー帝国時代に7 6 0ト、mm、ル機関の鉄道として建設された。この機関のほとんどの路線はボスニア・ヘルツェゴビナにあり、狂気の列車は交互的に白と呼ばれていた。それらは19世紀末の数十年と20世紀初期の数十年に建設された。 760mm の機関は、今日でもボスニア機関、またはボスナスプルと呼ばれ、その後、オーストリア・ハンガリー帝国全体に広がった。この大規模な鉄道網の核は、ブルドからゼニツまでのボスナ鉄道という、軍用鉄道であった。これは、現在のルーマニアであるテミショアラからオレショバまでの線路の建設で使用した材料を使用して、ヒューゲルサガー社によって建設された。 7 6 0ト、mm、ル機間は、オーストリアの鉄道用語では、ファラノン線路と呼ばれていた。それは、スエズ運河の建設に関わったアロイス・ネグレッリは、ファラオ時代からの狭い通路に、スエズ運河を建設するための線路を敷設したが、その機間は、約7 6 0ト、mm、ルで許可されたためだと広く、言われているが、その証拠はない。サラエボまで拡張された、ボスナ鉄道は、 この地域で最初の近代的な交通手段であり、民間の公共輸送のニーズを満たすように迅速に適応及び拡張された。この地域の最も重要なルートは、ボスニア東部鉄道とモスタル経由で、サラエボからアドリア海沿岸までのナレンタ鉄道であり、ナレンタ鉄道には数箇所のラックレール区間が存在した。あとに、狂気鉄道の建設のため、 オーストリア・ハンガリー帝国全域に7 6 0ミ、mm、リメートルの基幹が規定された。現在のオーストリアにあるマリアツェル線、ピンツガウ地方線、ザルツカンマーグート地方鉄道、チラータール鉄道、イップスタニ線のような鉄道はこの基幹で建設された。オーストリアで最初の狂気鉄道は1889年に開業した主体やアたる鉄道であった。 バルカン半島におけるオーストリア・ハンガリー帝国の重要性は、ブルガリアやセルビアなどの近隣諸国によるボスニア機関での鉄道建設につながった。第一次世界大戦後のユーゴスラビアの建国後、ボスニア及びセルビアへのルートは、シャルガン山脈を横断する新しいルートによって接続され、ボスニア・ヘルツェゴビナとセルビアの大部分、並びにモンテネグロとダルマジアの沿岸国の一部を、 含む狂気の鉄道網を形成した。急行列車がベオグラードからサライボを経由して、ドゥブロブニクまで狂気の路線を走行した。この鉄道網には多数の非公有森林鉄道及び産業鉄道も加わった。第二次世界大戦後、この狂気の鉄道は徐々に標準機の鉄道にとって変わられるか廃止された。 サラエボからビシェグラードまでのボスニア東部鉄道を含む旅客輸送の最後の路線はボスニア鉄道で1978年5月28日まで運行されていた。セルビアのルートのいくつかの区間は貨物輸送のために数年間存続していた。ボスニアでは短距離の産業鉄道であるバノビッチ石炭鉄道のみが保存されていた。セルビアのシャルガン山脈の区間は 1999年から2003年の間に保存鉄道として再建された。このシャルガンスカオスミツァと呼ばれるモクラコラからサーガンビタ市までの列車は西セルビアの大規模な観光プロジェクトの一部であり、2010年秋までボスニアのビシェグラードまで延長された。ボスニア期間の鉄道は現在特にオーストリア、ハンガリー、チェコ共和国、ブルガリアで 定期運行されている。スロバキアにも数キロある。ルーマニアではワセルタルバーンは50キロメートルを超える森林鉄道として運営されている。スロベニア、クロアチア、セルビアでは博物館の鉄道や産業会社の短い距離を除いてこの機関の鉄道路線は廃止された。イタリアではすべての760ミ、mm、リメートル機関の鉄道は 遅くとも1960年代までに完全に廃止された。ポーランドとウクライナの路線は廃止されているか、750mm 期間に改め期された。オーストリアの現存区域は、地元の事業会社の管理下でなかった路線については、2000年代に全て連邦に引き渡され、現在、時刻表付きの近代的なローカル列車として運営されている。 チラータール鉄道は2022年までに、水素燃料による運行に切り替えられ、ム阿国船は2020年代に、電気駆動方式に変換される予定である。メテランゲンデアオステアリーキシャンジオグラフィスカン、ゲゼルシャフト、ハットキースチェスター、ザナローゲージレールウェイズオブボスニア、ヘルゼゴビナ、ステンバル、マルメ2007、ISBN978 から9172661660。 S22 オクトワサースタフズージュコストゥンジラートールバーン80ミオユーロ1ジューン2018 2020年3月12日閲覧ダイマータルバーンゾールシュネルアフェロン2018年8月28日閲覧ありがとうございます